こんばんは。元気ですか？リカコライフです。はい。今日はね、私がお家で簡単にやっている宅トレ。そんな大げさなものじゃないんだけど、なんとなく時間がある時に見つけてやってることを紹介したいと思います。では、楽しみにね。はい。それでは早速紹介したいんだけど、私の YouTube でも以前骨盤底筋について専門家の先生に詳しくお話聞きに行った回があると思うんだけど、私はその骨盤底筋の話を聞いてから、出産しなくても若くても出産しても結構骨盤底筋弱い人は弱いっていう話だったんだけど、でもね、やっぱりトラブルを抱えるのは50超えてからっていう声が多いらしいのね。で、私もちょっと気になり始めてきたから、日々骨盤底筋を鍛えるっていうのとヒップアップを同時にできる宅トレがあるから、それをちょっとね、時間を見つけては最近はやるようにしてるので、一石二鳥だから、これはちょっとみんなに紹介しようと思って。骨盤底筋について詳しく知りたい人は私の YouTube を遡っていくと、骨盤底筋についてっていう詳しい専門家の先生と話してる回があるので、ぜひ参考にしてください。ということで、まあ、ちょっとね、軽く説明すると、骨盤底筋というのはこの股の下のところを支えてる筋肉なのね。で、これが緩んでくると、例えばおトイレの回数が多くなったりとか、それは女の人だけじゃなくて男の人も同じような筋肉がついていて、弱まると非常に良くないっていう話でした。で、それ結構ね、内転筋とかも弱まってくると支える力がなくなるっていう話だったから、気をつけるようにしてます。日々じゃそのトレーニングをちょっとやる前にやってること、それでこの、ね、指を結構動かすっていうことをちょっとね、最近は意識してやってるので、指はね、こうやって指を思いっきり広げて縮めて、広げて縮めてっていうのを結構日々意識してやるようにしてるの。その使ってないところに神経がいくから、グッパグッパグッパっていうのをなるべくやるようにしてる。今日はなんかすごい痛い、痛いなって感じた時は指をね、なんかこういう風にしてほぐすように、ほぐすように、一本一本の指をこういう感じで離していくようなイメージで、こう指の先とかをね、刺激しないとどんどん冷たくなるし、どんどん動かなくなっていくので、特別なことはしなくても、ちょっとその宅トレの前にこうしてちょっと冷えてるようなところを自分で温めるイメージで、グッパーはグッパグッパってこんな感じね、グッパグッパ。ちなみに気になったかもしれないけど、この私がしてるレッグウォーマーは女性の冷えを特に改善してくれるって言われていて、このツボをしっかり守ってくれて、足首も温めてくれるっていうウォーマーなのね。で、私のお友達が作ってるアロファウォーマーっていうウォーマーなんだけど、手作りで作ってるので、興味がある人はぜひ見てください。はい、ということで、グッパーをスタートは股関節。股関節硬くなると結構いろんな問題が出てくるので、股関節は柔らかくしようと思って、私も硬いんだけどね、こういう風にして、これも当たり前の動きなんだけど、これをなんか日々朝起きた時とか寝る前とかに気をつけてやるようにしてます。これで股関節をほぐします。この時に私が注意していることは、こういうふうに背中を丸めちゃったら、なんかね、せっかくこう、運動してるのにもったいないから、背筋を伸ばして、骨盤立てて、なんか頭のてっぺん引っ張れるような姿勢よく、綺麗な背中、まっすぐな背中をイメージして、股関節を広げていきます。これはね、常にやってる。さあ、それじゃあ早速、本題に入るんだけど、これね、骨盤底筋とヒップアップ両方に効く、トレーニングなんですけど、これをもうこういうふうに、ただ上に上げて、
でゆっくりゆっくり下ろすっていうだけのことなんだけど、これね、一石二鳥なのはこの内転筋とそれから骨盤底筋とここのヒップアップにすごい効くっていうことなので、ただ骨盤底筋だけじゃなくて、ついでにこのヒップアップ気になるね筋肉がつくようにちょっとしたことでも変わると思うの。なのでこれをやります。なんかさ、諦めちゃってだん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 体型が崩れてくると、なんかやりたくないとかモチベーションが下がってきちゃうんだけど、筋肉って裏切らないから、これを例えば20回続ける、20回続けたらやっただけの効果っていうのは現れるから、そこはちょっと努力して興味ある人は続けてみてください。でね、これ骨盤底筋やるときにこう横になるじゃない。そしたらね、これ一石二鳥だから、このお腹をねこうぐーっと引っ込める、なんか下っ腹とかお腹をこう背中にくっつけるイメージで寝っ転がりながら上に上げていく。はい、上げます。ゆっくり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 上に上げて、もうこのさっき言った骨盤底筋をキュッと締めるイメージでクッと上に上げて、お腹も締める、もうここをすっごい締めるイメージで、でここ硬くなってるかなっていうのを意識して上に上げます。ゆっくりゆっくりゆっくり下げる、ニュートラルに戻す。これを繰り返します。お腹意識して、内転筋骨盤底筋も意識して、上に上げる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 、お尻力入れて、筋肉意識して、硬くなってるかどうか。はい、でこれをね、私ね、ゆっくりゆっくりゆっくりね、まあね、10回から15回くらいやってます。はい、こんな感じで上に上げて、これをはいやります。はい、で今のの上に上がった時に足を開くバージョンというのがあるんだけど、それはね、よりお尻のここの筋肉を鍛えてくれるっていうことなので、それもやっています。はい、同じように上に上がるまでは一緒、上げます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 、上げたら足を開いたり閉じたりするだけ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ぐらい。そうすると結構ね、ここに力が入って、いい感じになります。これも3セットぐらいやってます。はい、続いてこれは骨盤底筋とここのヒップアップ、次はヒップアップに行きます。ヒップアップはよくやってるのはこういう風にして四つん這いになって、背中をまっすぐして、足を上にキックする。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、反対側も1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これをこっち10回終わったら、こっち10回、こっち10回を3回ぐらいやってます。3、4、5、6、7、8、9、10、言うとここにねすごい効くそうです。で今のもね、違うバージョンでこう肘をついて足を上に上げるっていうのも似てるけど、腕立てて辛いっていう人はこの状況でも全然いけます。ので、ね、これで10回、反対も10回、はい、それからこういう状態になって、私はよくこうやって足を上げるようにしてる。これなんか可動域が大きいからすごいね、すっきりするの。こういう感じで、これね、足が上に高く上がらなくても十分だと思うので、マイペースでやってください。はい。
こんな感じです。はい。そしたら、背中もすごい気になると思うのね。こういうところに変な肉がついてくるじゃない？そしたら、これも寝ながらできるんで、ついでに背中をこういうふうに寝た状態で力を入れる。そうするとお尻と背中に同時に力が入るじゃない。こことここね、随分これで違うと思うの。まあ、この状態で10秒ぐらい力を入れて頑張って、疲れない程度に5回ぐらい。で、背中を意識するっていうのもすごい大事なことです。で、これはついでにこのお腹の前を伸ばす。お腹の前を伸ばさなくなってくると、ここね、ここになんか変なシワができたり、なんかあれちょっと変わってきたなっていう、裸になってよく見るとあると思うの。それここがなんか縮まってるからだと思うから、今みたいにやった時にこういう状態だったら、必ずこうしてお腹の前も伸ばすように。ああ気持ちいい、こういう感じ。なんかこれぐらいだったら寝る前にベッドの上でも床の上でも朝でもできると思うんで、なんか、はい、タクトレです、一生懸命頑張りましょうっていうことじゃなくても、こういうふうに意識をしてちょっと刺激を入れたい部分をコツコツと毎日場所を変えてやっていくっていうことが自分の習慣の中に入ってくると変われると思うんだよね。ただもうめんどくさい、何もしないっていうのが一番体にも良くないし、刺激をやっぱりどっか体に入れるっていうのがとっても大事なことだと思います。こういうふうに上にした時に顎のラインを意識して上にグーって伸ばす。シワとかって伸ばしていけば絶対に取れるからね、諦めない。え、はい、日々気になってるところをちょっとずつ、まあ、努力してやっていくっていうことが、やらないよりはやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとね、タクトレってさ、すごい、あ、じゃあ筋力アップするのがタクトレって思うかもしれないんだけど、ちょっとした刺激を入れるだけでもすごい体にはトレーニングっていうふうになってると思うから、あのちょっとずつね、やっぱり意識してやるっていうことが大事だと思います。はい、あと私がね、パーソナルトレーナーとトレーニングをしてた時期があるんだけど、それはね、30代最後の頃から40代まで、でその時にね、トレーナーが言ってたのは、あの運動と同じぐらい食事が大事だっていうふうに教えてくれました。でどんな食事を心がければいいかっていうと、糖質とタンパク質の量を変えるっていうこと。それはやっぱりね、私たち日常を、例えばお昼っていうとみんなパスタ食べちゃったりとか、おうどん食べちゃったりとか、炭水化物を結構食べちゃうと思うんだけど、その炭水化物とタンパク質の比率を変える。例えばあのお魚とかお肉とか、お野菜で言ったら大豆とか、そういうタンパク質にちょっとそのシフトしていくと太りにくい体質になる。やっぱ糖質を中心とした食事っていうのは太りやすい体を作ってしまうということで、糖質を、炭水化物を抜くっていうことも良くないんだけど、 70% タンパク質、お肉とかお魚とか野菜の大豆とか、そういうタンパク質を取って、残りの 30% をご飯とか炭水化物にするっていう風に自分の中で決めていくと太りにくい体質になる。あとは筋トレして効果が出ますっていうことを教えてもらって、
そういうふうに心がけてます。これはプロから教わったことなので、みんなももし炭水化物の比率の方が多い食生活だったら、ちょっとタンパク質の比重を増やしていくといいと思います。はい。ということで今日はね、簡単に、ちょっとしか紹介しなかったけど、またね、ちょっと次は腕とかさ、なんかいろいろこうお腹周りとか、内ももとか、結構あるので、まあ日々やってることをまた紹介したいと思います。ということで、今日の骨盤底筋、意識して生活するということをやってみてください。はい、そしてヒップアップにつながるんで、諦めずに頑張りましょう。で、縮めたり伸ばしたりするっていうのがすごい体にはいいみたいです。だから縮めたり伸ばしたりっていう、こういう動きだけでも刺激が入るので、諦めずに自分が気になっているところを縮めて伸ばすっていうことをすると結構結果が出てくると思います。はい、ということで今日は終わりにします。じゃあみんな地道にタクトレ頑張ろうね。簡単なようで結構ちょこちょこ毎日地道にやるっていうのは大変なことなんだけど、みんなで頑張りましょう。はい、じゃあまたね、次回ね。